どうもレンジです。今回なんですけど SSR 衣装が開放できるフィルムの宝探しイベントが始まりましたので、こちら解説していきたいと思います。まずはねイベントページに飛んでいきますと、フィルムの宝探しありますね。でこれねログインみたいなボーナスもあるんで、これね必ずゲットしておいてください。はい、イベントページからフィルムの宝探し、影と宝探しだね。お、え、なにこれ、え、すごっ、何これ、え、影と宝探し、9月30日から10月13日まで、冒険家のイベントより少し長いのかな。で、今回もらえる衣装が、これ、え、機械技師と、祭司と、これかな、ポセイドンとあの、傭兵のこれね。え、これも、何、ゲットできんだ。宝探し回数と、風なんちゃら消費数の、対応関係は以下の通りです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、宝探し、ちょっと一回やってみますか。で、さっきね、ログインでもらった、今回のこれだね。このアイテムが今10個。エコーで交換可能。あ、エコーなんだね。幸運の道にって、花を灯すことができる。なるほど。なんでここに来てこんなエコーイベント始まったんだろうね。はい。運営の意図はちょっといかにって感じなんですけど。ボーナスは、重複獲得できません。10連で対象を確定します。ちょっとね、一回やってみないとわかんないんで、触ってみますね。はい、じゃあこれ、10消費します。OK。さあ、なんだ？おお、彼女はあの秋から新しい生活を始めた。小さな部屋、霧がついたひなぎく、香りを放つバラ。なんて素晴らしい日々だろう。もし彼らもいてくれたら、どれほど良かったでしょう。はい。ハンターなのか、ID。さあ、もらっていく。これだけ？あ、なるほどね。これを全部ゲットすると、なんかその中にこの、選択権が入ってる的なこと。で今左下のこの ID が受け取り済みになったんで、じゃあちょっとこれも全部回してみますね。はい、検証してみます。じゃあちょうどね30エコ余ってるんで、じゃあこれね3つ1回 やってみたいと思います。あ、かけら入ってた。書籍と知識は彼女と慰めと、彼女に慰めと力と安心感をもたらした。だが成長とともに彼女は科学が全てを解明できないことに気づいた。父が送ってきた船のチケットによって彼女はパッとなった。あるいはそれはずっと前から彼女を持ち構えていた運命なの。うん。お、かける88、まあまあ多いですね。はい。でもう一個じゃあやってみますか。さあ、アダムスさん、自分の目で外の世界の人間を見ることができなければ人に変化させられ、教育され手なずけられやすくなります。この子は盲目で難聴、なんか心眼っぽくない？ですがそれによって彼女は、あ、なんかキャラクターによって違うんかな。さっきもナノって書いてたんでイワシっぽいけど、ゲットできましたけど、10連で対象が確定します。10連しろってことこれ。え？で、ちょっとね、ここ、ハテナマークを押すと、ボーナスの携帯品、今回はこれがもらえて、今、俺はあとこれがゲットできてないので、これを目指すと。で、衣装もこんな感じで。え、欲しい欲しい。え、全部欲しいな。衣装、SR 衣装選択。これももらえるんだ。なるほどね。ちょっとね、こういうなんかわけわかんないイベントね、運営たまに挟んでくるからね。いや、結構なんかあるよね、裏これ、絶対。とりあえず1220円の課金してみました。これでね、10連で確定するって書いてるんだけど、10連ってどういうことなんだろうね。しかもなんかエコーのさ、数増えてない？マジで。え？全部、なんかエコーの数さっき10だった気がするんだけど。うん。まあ、もう一回回してみるか。さあ、どんどんちょっとエコーが吸われていくのが気になりますが、このホワイトサンドの古きスターによっとって適した服装は見た目を変え、彼に過去の身分と、どういうことだろう。さあ、手がかりゲットしましたけど、あれ？あ、受け取り済みになった、左のやつ。で、これ一個ずつ受け取っていくってこと？あ、どんどんなんかエコー増えてんだけど、これ。全部ちょっとやるしかないね。やってみるか。まあ、一応1220円課金したんで、これでね、どんぐらいゲットできるかっていうのを見たいね。はい。まあちょっと今んとこしょぼい気はするけど、はい、40エコー吸われて、課金イベントか今回の。マジか、ここに来てこれ。さあ、いや、まあでもね、いいのもらえたら嬉しいよな、マジで。うん、課金した回はある感じ。さっきの4つが1220円でもらえるなら俺は、マジで嬉しいんだけど、そんなわけにはいかないかな。さあ、回し、全部取ってるけど、150エコー、いや、どんどん増えてんだけど、マジで。お！すげえ！あ、なるほどね。こういう感じね。で、さっき俺これゲットしてなかったよね。所得済みのやつはできないのかな？うん。で、これを選んでみてと。オッケー！あ、これはまあ、嬉しいっちゃ嬉しいけど、今んとこ割に合ってない感はありますね。
もう一回選んでみますか。はい、ちょっと一回戻ってみると、あ、受け取り済みになってる。さあラスト2つだね。めちゃくちゃ、結構エコーをここまで消費して、あ、なるほどね、最後の最後が SSR でいいんじゃないみたいな、そういう感じ。はい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 。で苦難の退除、無色のクジラ、変装微笑み、あ、これ SR 衣装、どうしようどうしようどうしよう、あれ俺庭師持ってた気がするんだけどな、これ持ってたやつどうなるんだろう、ちょっとこれやってみよう。あ、持ってなかったわ持ってなかった。これかわいい、かわいいね。はい、じゃあラスト、ラストいきます。さあじゃあラスト600エコ。 600? マジでガチか、ガチでしかも足りねえし、マジで。はい、まさかのね、足りないんでね、さらに 1220JPY をね支払いしてみました。マジで、それでこれで、ラストのやつが交換できる的な感じ。さあこれは割に合ってるのかないのかね、もう改めてもう一回ね、後でちょっとまとめたいんですけど、とりあえずね、でもまあ嬉しいっちゃ嬉しいね。ね、夢の使者はね、最近ね、アンロックカードでね、ゲットしたやつなんでね、はい。まあ、確かに嬉しい衣装だね。多分人気な衣装を、まとめてるってことだよね。はい。そうだね。今で言うと、記憶秘宝で交換できるようなやつを、課金でね、交換できるよっていう人かな。人っていうかイベントだよね。じゃあどうしよう。ギシちゃん、トレイシーね、可愛いけど、ちょっといや、傭兵衣装あんま持ってないから、傭兵にしよっかな。さあ、傭兵、おー、嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいけど。さあ、全部ゲットすることができました。もうこれは交換することできないってことかな？エコー交換1。これどうなんだろう？これ交換してみたら。決定。あれ？あれ？ 1 個交換できたけど。うわ！1 個吸われた1エコー。もうできない。これね、全部やれた人気をつけてください。ただ単にエコーで、ね、吸われますね。これ終わった後に返してもらえないのかな、このイベント。ここまでね、じゃあまとめますと、とりあえずね、今課金した額は、だいたい1220円のやつを2回買えば全部は回すことができました。一応ね、これ、一応説明見ると、これ確率でランダムアイテムのボーナスになるみたいです。で、僕が今やったって感じ的には全部ね、外れて、最終的にラストで出た感じだよね。レベル4ボーナスみたいな感じ。まあ、一応そのボーナスは重複しないから、まあ、いいっちゃいいんだけど、10連で対象が確定なんだ。てか、ほぼこれ10連回さなきゃ出ないってことでしょ。マジで。対象、うん。で、異なるレベルのボーナス内容は以下の通り。で、レベル1が SSR だね。で、レベル1が最後に俺が引いたやつだね。あれは 0.2% の確率でいきなり出てきますと。で、レベル2ボーナス、SR 衣装、永久衣装だね。はい。さっき庭師に交換したやつは 1.71% の確率で出ると。で、レベル3衣装が、ボーナスが、スコープ52、臨時衣装だね。うん。でレベル4ボーナスが手がかりかけら、まあアイテムだね。ここら辺は 85%、12% の確率で出ると。だほとんどレベル4ボーナスで出てくるんだ。で、注意、毎回の宝探しで消費する風量の数は宝探しの回数の増加に応じて、徐々に増加します。宝探し回数と、このアイテムの消費数の対応関係は以下の通りです。宝探し回数 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、まあ、10回まで宝は探せるんだね、うん、でこれ冒険家のイベントと全然関係ないんだね、この宝探しは。はい、で、消費数も10,10,20,20、あ、だから上がってったんだね。10,10,20,20,40,40,40,150,150でラストが600。いやもうこれ絶対に運営様のね、まあ意向としてはこのラストの600エコをかけに来てるよね、うん、だってさ、これ中途半端にやったら欲しくなるじゃん、マジで。いやこれね、そうだね、まあ幸運のダイスとちょっと似てるイベントだけど、まあ俺的には、まあ、幸運のダイスよりかは、まあ俺はこっちの方が嬉しいかな。まあアイコンの復刻のやつもね、まあ、嬉しいかもしれないんですけど、まあ、こっちの方がまだ課金した会話あったなって、まあ、思うかな。はい。まあ、単純に SSR 衣装がね、大体、まあ、課金するときって SSR 衣装だと結構お金かかるんだけど、まあ、まあね、確定でこれがもらえるって思えばね、好きな衣装が、ハマれば、まあ、割には合うかなっていうイベントなんですけど、これは確実に課金イベントなんで、
無課金勢の人は、これね、安易に手出すとね、課金めっちゃ強いられるんでね、マジで気をつけてください。まあ、これよりかね、あの、ダイス愛好者買った方がね、いいね。まあ、そこはね、毎日楽しいので、そっちの方が、どうせだったらおすすめかな。まあ、正直今やった感じ微妙。隅のフィルム箱にはかつて集めた映画のフィルムがバラバラに入ってる。もしかすると中から意外な掘り出し物が見つかるかも。信じられたフィルム箱を開くと思わぬボーナスを獲得できる。全然ね、思わぬボーナスはね、課金した後に来ますのでね、まあまあの確率で出る、まあ、ほんと UR が出るような確率だよね。なんで、あの、まあ、一応ね、一回だけ挑戦できるみたいな感じなんでね、まあ、試す価値ありますので、ぜひね、これも一回は、無課金である人でもね、参加できるので、ぜひね、チャンス狙ってみてください。一応ね、交換したやつ、お、かっこいい。かっこいいな。まあ、嬉しいね。確かに嬉しい。嬉しいけど、まあまあお金使っちゃうよね、これ。まあ、要はこの衣装2500円したってことだよな。はい、で、庭師、エマウッズの、新衣装がこれと。かわいい。めっちゃかわいい。可愛いけどお値段は可愛くないですね。まあ、今回の検証結果は、まあ、僕の体験談だと2500円払いますと、全部ゲットすることができました。思わぬ出費でね、正直マジでびっくりしたんだけど、こういうイベントって普段なんかあんまなかったんだけど、最近こういうイベント始まりだしたよね。まあ、最近になってね、第五人格の会社のね、株価がどうなったかわからないんですけど、まあ、課金イベントがね、最近始まりましたので、これはね、気をつけてください。まあ、もう一度言いますと、今回のこの SSR 衣装で課金してでも欲しいっていう人にはもうマジで最高なイベントになってます。はい、それは感じました。うん。まあ、正直ね、夢の使者ゲットしてるからね、まあ、ぶっちゃけそしたら夢の使者にアンロックカード使わないで、このイベントでゲットしたかったなとは思ったから、まあ、ほんとね、この、イベントで、夢の使者とこの偽戦書、ポセイドンとこのタカっていう傭兵の衣装、この中で欲しいのがね、課金してでも欲しいってやつがあったら、すごいいいイベントだと思います。で、特にね、いや、いらないよっていう人はね、全然参加しない方がいいね。むしろ新しいガチャにとか役ネバガチャにね、課金した方がいいかな。うん、この SR 衣装の A 級衣装4種類あったけど、ぶっちゃけなんか全然俺興味なかったからさ。まあ庭師の新衣装ゲットできたら嬉しいんだけど、そうだね。まああと他の、まあ、携帯品もね、まあぶっちゃけちょっとね、まあ人によるよね。課金全然 OK って人はね、最高のイベントだと思う。で、無課金税だったら絶対やんない方がいい。ここまでご視聴ありがとうございました。今回はね、フィルム探しの旅イベントね、実際にやってみた検証結果でした。またね、こんな感じで第五人格ほんとね、いろんなね、特殊なイベントがいきなりねマジで始まりますので、まあ僕はね、身をね、持って体験していきますのでね、そんなチャンネルですので、よかったら気になる方はぜひチャンネル登録やいいねボタン押していただけると励みになります。まあレンジ検証ナイスって思ってくれた方はね、ぜひ高評価ボタン押していただいていたら嬉しいです。Twitter もね、やっていますのでね、気軽に遊びに来てください。それではまた動画でお会いしましょう。お疲れんじ。